電検三種理論令和6年問題4、平成15年問題3について解説いたします。胴体 A と胴体 B に電流が流れています。これら電流から磁界が発生します。点 P における合成磁界が0の時、胴体 A と胴体 B の間の距離、L メートルに近い値は、これら1から5の選択肢の中でどれになるかという問題になります。ではこちらにわかりやすい図を書いていこうと思います。 まず胴体 A があります。胴体 B があります。ここに点 P があります。胴体 A と P の距離が0.3メートル。胴体 A と胴体 B の距離が L メートル。胴体 A には下から上に向かって1.2アンペアの電流が流れています。ミニネジの法則により、胴体 A を中心に円を描くように磁界が発生します。 点 P における磁界を HA とします。磁界の公式は H イコール 2πR 分の i の式で表すことができます。i は胴体に流れている電流。r は電流が流れている箇所からの距離を表しています。この公式は重要な公式で必ず覚えるべき公式となります。ではこの公式をもとに磁界 HA を求めてみようと思います。 流れる電流は1.2アンペアなので分子に1.2と書きます。胴体 A から点 P までの距離は0.3メートルなので R に当てはまるのが0.3になります。次に胴体 B についても同様に考えていきます。上から下向きに3アンペアの電流が流れています。ミニネジの法則により胴体 B を中心にこのように円を描くように磁界が発生します。 胴体 B に流れる電流により発生する磁界を点 P において HB と表すことにします次回 HB をこの公式から求めます流れる電流は3アンペアですので分子は3胴体 B から点 P までの距離は0.3プラス L となりますなので R に当てはまる式は0.3プラス L となります 点 P において合成次回が0になるには次回 HA と次回 HB が等しい必要があります。よってこれらの式をイコールで結びます。あとはこの方程式から L を求めるだけです。両辺に 2π をかけると考えればこちら両辺の 2π は1となります。1.2と0.3を約分します。このようになります。この式を整理すると 4, 4を0.3とプラス L にかけて1.2プラス 4L イコール3となります。あとはこの方程式を解くと L イコール0.45となります。よって正解の選択肢は括弧2の0.45となります。